の大地の自然を再生するには光に寄りすぎた環境の属性バランスを正す必要がある。でもそれだけでは自然環境は元に戻らない。少しずつ命を、まずは植物を移植して再生の足がかりにしないと。ただ大地が弱っている状態で土壌の養分を吸い尽くすような植物は植えられない。そういう場合に適した種は、コーヒーの木、確か暖かい場所で育つものだって。ああ、でも昼と夜の寒暖差も必要でしたよね。それならあそこにはちょうどいいのかな。それにコーヒー瓶がたくさん取れるようになればコーヒークッキーの生産量も前みたいに増えるかも。かけてくれたらよかったのに。実は再生を始めた無の大地にもっと緑を増やせないかと思って、ここで植物の勉強をさせてもらってるんです。そちらはどうしてクリスタリウムに？週末の件はもう落ち着いたと聞きましたが。異世界からの脅威に対抗するため光の力を。私にもお手伝いをさせてもらえないでしょうか。私がわずかに感じていたハイデリンとのつながりは週末を境になくなってしまいました。けれど光を操る力は今も私の中に残っています。それで誰かを助けられるならやらせてください。待たせたな。ゼロの実体化は無事に終わったぞ。空になったソウルサイフォンはこのまま借りておく。塔を操作せよということならば、これに使われておる鉱結が必要だろうからな。ん？塔の操作方法についてのメモだと？なんとまあ。綴る文字さえ軽やかになったものよ。元気でやっているようで何よりだ。わしはこれを読みつつ塔の起動準備に取り掛かろう。世話になったな。大事ない。ただ我ら羽毛族にとっての名誉は叶えたお願いにふさわしい対価をもらうことでな。
ほう、用意と似ているな。だったら私のエーテルを食うか。いらんわ。それではちっとも心が満たされんではないか。まあまあ、お二人とも好みはそれぞれそれぞれですから。ではまた後でな。塔以外の準備はお主の方でよろしく頼むぞ。あなたがゼロさんですよね。私はリン、よろしくお願いします。しかし、ここが本当に光に飲まれた世界なのか。確かに光の力を強く感じるが、人も空もお前の世界と大して変わらなく見える。それは闇の戦士の活躍で光の反乱が本当の意味で防がれたからですね。よかったら少し歩いてみませんか。やはり何も変わらない普通の空だ。取り戻したというのか、この世界は。